はい、どうも皆さん、こんにちは、ノックです。今回ですね、ガチマッチ11月初めてですね、やっていこうかなと思います。皆さん、10月いかがでしたか？ガチマッチ生活は。実はね、めっちゃ残念なことにね、僕、王冠ゼロで武器トップ1個取ったかわかんないですけど、という悲しいね、最終値を迎えてしまいました。今まで結構頑張ってたんですけどね、うわー、もう今回全然勝てへんっていうね。うわー、やばいやばい。相手かなり瞬間移動するから気をつけてくれ。ナイス。やっぱガチマッチマジで続けるのが一番大事やな、強くなるためにはね。やっぱりなんだろうな、もう限界値がどんどん最近下がってまして、なんか、いいパワー出せなくなっちゃってるんですよね。で、パワー上げるのにもすごく疲れたり、疲れるというか、頑張らないとパワー上げれなかったりするんで、今回は頑張れなかったですね、まず。いけるか？これはいいね、39。じゃあ、あと最近ちょっとね、動画投稿頻度がね、かなり悪いと言われてまして、今ね、その11月の初めてぐらいなんで、まあ、その時が大体どれぐらいの動画投稿してるか見てもらったらわかるんですけど、10月、確か、配信含めて3本ぐらいしか投稿してなくて、で、サボるなとね、言われてるんで、ちょっと頑張っていこうかなって思ってます、11月ね。まあ、余裕あるかって言われると、ちょっとないかもしれないけど、まあ、頑張りますとだけ言っておきます。ナイス。うわー。やっぱりね、結構ガチマッチシリーズ、試合多めやから、なんか編集のね、体力も、ちょっと食われてるみたいな感じでね、もう、一試合でも、ね、毎日出した方がいいんじゃないかと思って、もっと数重視でな投稿できた方が多分楽しいと思う。自分もやってて。わー、インクない。でもなかなかいいですね。これ一応最近、あんまりガチマッチやってなかったんですけど、結構頑張れてるんじゃないですか？一回こっち30台カウント取ってるんで、余裕はあるよね、こっちの方が。ナイス。さあ、一枚落として。ああ、突っ込んだらまずいかなと思うので、ちょっとここで潜伏挟みますか。で、降ってきたらラッキーやけどね。あそこでやってくれたらなら、まあ、ここ行っときますか。降ってきそう。一枚倒して。あれ、いない？なんか誰か飛んでったけど、大丈夫かな？まあ、あっち行くんやったら、じゃあもう、矛をもらえますかみたいな感じで、ね、突っ込んでもいいとは思うけど。ちょっとスパッタリおるから、それなんとかしないとまずいよ。ナイス。めっちゃロングとは読み合いやけど、あえて止まってみるという、そういう、もう意味不明な行動をとるとね、逆に上手い人ほど当てにくくなるかなと思ってます。やばいです。なんとか耐え切った。おっと、オッケー。結構いいダメージ与えたはずやのに。やべやべやべ。ガーン。ちょっとまずくないですか、これ。全員やられてるから、ガチ打開始まります。で、ここで復帰できればいいけど、登ってこんといてほしいな。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ここまでいけたら安心やな。ナイス、オールダウン。これやと、割と勝ちが濃厚なんですけど。うわー、びっくりした。普通に当ててくんねんな、あそこ。強っ。やっぱ潜伏してるとそこそこプレッシャーというか、なんか、その場所が本当に正しいか、わからなくなると思うので、その中で当てれるってことは相当、うまいんじゃないかなと思います。自分そういうのめっちゃ苦手やから、潜伏してる敵に当てるのめちゃくちゃ苦手で、
うわー、これやめてやめて。うますぎる、それは。ピンポイントで当ててくるもんな。ナイス、オッケーオッケー。オッケー、かなりね、いいスタート切れたんじゃないかなと思います。というわけで、あんまり無理せず、とりあえず1試合で動画投稿していこうかなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さよなら。